皆さん、こんにちは。ミヤクレイです。ということで、今回も電波人間の RPG フリーやっていきたいと思うんですけども、今回はですね、前回、ビームガンをね、なんか1個ゲットして2個目ゲットで、まだジュエルが足りないとか言って、集めたら動画にするって言ったんで、今回はね、2個目揃ったんでジュエルが足りてね、早速ね、殺し屋もやっていきたいかなって思います。まあ、やってこいって言っても、0.1 倍、ああいうて特技が、てか、威力が上がったってだけなんで、そんな変わんないかなって感じです。さあ、1戦目です。よろしくお願いします。ちょっと今、花粉症ひどくて、なんか声とか喉が、あれなんで鼻水とか出たりね、今ひどいですね、花粉が。すげえ花粉症ですね。はい。やっぱ強いね、ゴーヘム。かなり強い。よし。相手1戦目あんま強くなかったから。さあ、2戦目、よろしくお願いいたします、対戦。さあ、2戦目ですけど、勝ちましょう。いやー、仮面ほんとひどいわ。今年はすごいひどいって言いますからね。よし、ちょっと前行って。はい。よし。OK、強い。はい、ゴヘブン。はい、ゴヘブン。はい、ゴヘブン強いよ。ああ、かばうか。結構相手かばやこいですね、今回。はい、倒していく。はい、ゴヘブン。お、まだ耐えていくか。さあ、ゴヘブン。お、まだ耐える。さあ、かばってミスと。はい。さあ、ラストは氷結マイマイ。ラストの氷結マイマイでとどめさしましょうかね。多分倒せるかな。いや、意外に耐えるか、これ。一旦じゃ倒せない説意外に耐えるかもしれん。OK、ナイス、やった。一旦で倒せた。さあ、ちょっと、この試合はなんかめちゃくちゃなんか面白そうなアパティに当たりましたね。これ、てか成長してないんじゃない多分。子供状態で多分500レベルまで多分全員上げたって感じですね。デッドリーボイズ。これはちょっとガチでかいんで勝てない気がするな。大丈夫かな。いや、これ、これ負けたな。これ、もういきなりデッドリーボイズにやるってことは、もう相手多分全員同じ電波人間だから、多分素早さもほぼ同じだから、これちょっと負けたかもな。威力めっちゃ強いし。これやばいな。いやー、この試合はきついな、ちょっと。うわ、強っ。復活役でもかなり食らってますね。600とか食らってんな。いやー、これはきついな。素早さが早いな。さすがにこれは負けたかな。いやー、デッドリーボイズン強い。強ーい。うわー、強っ。もうずっとデッドリーボイズンだけじゃん。復活役が死ぬのを待つだけだ、こりゃ。勝てんよ。え、マジで、めっちゃいいんじゃん。デッドリーボイズン、そっか、7人デッドリーボイズンだったからな。でも復活役も耐えるね、結構。オッケー、みんな家族は違う、意外に復活したぜ。でも復活したけど、相手も加速つけてんだよ、これダメだな。ただでさえ加速つけてなくても勝ててないのに、加速つけても、加速つけられたらもう終わりだな、これは。いやー、負けたな、この試合は。わかんない、最後まで諦めない。けどもう負けたでしょ、これは。諦めたくないって言ったそばからね、もう無理でしょっていうね。ちょっとよくわかんない。いや、うわ、強っ。強え、1200か。いや、この試合はきついな。でも耐えるな、結構。やっぱ体力あるね、最大型って。死んじゃった。はい、負けました。よし、やっていきましょう。さあ、ちょっと今回はそこそこ強いかもしれない、相手。どうだろう。でもちょっと強そうですよね。ゴーヘブンつけて、トラ柄で。結構強そう。わかんないけど。頑張りで。
まあ、頑張れても選択したけど、今回は。さあ、光の隣。ゴヘブン。うん、強い強い。オッケーオッケー。やっぱビーム感強いですね。これやっぱ、ほんとおすすめですね。ゴヘブン使うなら。うわー、やばい。あー、結構強いな。あー、死んだ。やー、やばい。いやー、強い。復活薬も800とかくるんだ。さっきのということは、デッドリーポイズンより、多分火力あるね、このゴヘブン。うわ、親ヒルとかつけてんだよ。これ確か親ヒルですよね。めっちゃなんか倍率つけて、1300。めっちゃ暗いじゃん。あ、このゴヘブンは、あれだ。そんな暗い。400ぐらいか。うわ、体力は？うわ、300しかない。あぶねえ。あぶねえ、300しかなかった。でもいけんじゃないこれ。頑張れば。どうだろう。相手加速なかったし。いける説どうでしょうか。あんまりエンゼルフライやっぱり入れる意味ないのかな。やばい。やばい。でもまだ耐えてる。かばい。ナイス。オッケーオッケー。ここで素早さ負けてたら終わってた。オッケー、ナイス。やった、勝った。さあ、てことでね、またね、ガチパンに出会ったってことで、またね、ガチパンの方とね、対戦していきたいかなと思います。うわ、このガチパンの方は金銀か、強そうだな。ちょっと勝てる自信があんまりないんだけど、まあ頑張りましょう。今の電波にもかなり強いから。スバイス勝てなかったらもうほぼ終わりみたいなとこあるからな、今のパーティー。マットトルネード。あ、これはあんま強くない。あんま二属性って強くないですよね。うわ、やばい。うん。あー、でもまあまあまあ。相手いなかったね。こういうなんか妖精とか。確か。オッケー、勝った。いないね。だから、それはちょっと有利かな。でも相手捕まえ、あ、そうか、もう捕まえるってスバイザー999までかマックスだから、絶対勝てるんだ、スバイザー。って考えたら、この試合勝てるんじゃない？どうでしょうか。勝てんじゃないかな。オッケーオッケー。さあ、どうでしょうか。よし、オッケー。結構、あ、でも、耐性あんな。結構耐性がありますね。あんま効かない。あと結構カバーがやっぱ多いね、ガチパって。うん。お、これは何だろう。しなかった。エンゼルフライ、オッケー。これで行動を停止させていきたい。地味に活躍してるエンゼルフライ。そこでカバー内で。で、これでみんな完全復活を行動停止してほしい。できれば。オッケーオッケーオッケー。これで復活薬は、あれ、大丈夫。これで氷結マイマイで、地味に600、700のダメージを与えていって、プラス眠らせると。あ、眠らない。あ、耐性高いから眠らないかもな。よし、オッケー。あー、眠った一人。はい、はい。さあ、2ターン目かな。いやー、強いね。いい3段加速。まあ、頑張れていいんじゃない。うわ、ゴヘブンの素早さ勝った。三段加速とか、こういう加速系の装備してやってるときは、素早さ999以上いけるんだ。なんか、捕まえれば999がマックスってなんか聞いたんで、昔のコメントなんで。だから、無理かなと思ったけど、こういうの場合はいけるんだな。なるほどね。はい。結構耐えますね、やっぱ。相手もあれかな、最大型で。体力高そうだし、レンガだし。これが結構強そう。さあ、オッケーオッケー。倒せました。やった。さあ、ラストなんですけど、なんか、結構、セインさんって方ですね、この方。結構よく上位とかで、5位、1位から5位とかに入ってたりして、結構見る方ですね、この方。ちょっと名前出しちゃったんですけど、まあいいかな。結構見る方ですね。だから、かなりガチパ強いんじゃない？大丈夫かな？いやー。スバイス負けたらもう無理だぞ。同じやつが3人いるから。やばいな、これ。うわ、強っ。さあ、ゴヘブン。
うわー強いな、やばい、うわあらら、ここでカバー役がカバー、え、線効くのマジか、ブラックコロナ、あ、でもこれ二属性だからな、ワンチャン、でも意外に効くな、思った以上に、やっぱそっか、あれ親ヒルが 1.5 倍の特技なんで確か、あーやっぱビームガンつけてるわ、うわ、まあでもまだ5000ぐらい当たるから、ブラックコロナこれはでも、うん、そんなに効かない、そこまで300ぐらいだったらなんとか、ブラックコロナね、300ぐらいだったらなんとかなるかなって感じ、よし、 OK、 みんな感じよかつ、もう相手加速はついてないのか、さあ2ターン目ですね、はい頑張れ、やばい負けた、うわ、2000効くのマジか、耐性ないと2000とかそんな効くんだ、やばいなこれ、あーこれちょっとダメかもしれない、どうしようかな、5平分にあの加速、毎ターンあの1段階ずつ加速するのつけた方がいいかもしれないね、それつければ、あ違うかも、あーダメだ、復活役も死んじゃった、そう、それちょっとつけるか今度から、今つけてるあの足ビームガンつけてる2人にはあの素早さが55上がるやつで、だからあのなんだっけ、白い虎の足みたいなあれ AP も節約して、プラスあのなんだっけ、あの AP 節約して、あの一旦ずつ加速するっていう効果があるから、あれつけようかな、これからどうしようかな、そうしようかな、はい、まあまた次回考えておきます、やるときは、負けちゃった、はい、ということで、いかがだったでしょうか、まあ今回はね、ビームガンをね2個2人装備して、まあ全員ね特技とか威力が 2.1 倍の5ヘブンでやったんですけど、まあラストちょっと強かったですねまあちょっと素早さにはやっぱ勝てないんで、素早さがもっと上げればよかったんですけど、ちょっとあんまこの電波にはすっげー高いってことでもなくて、まあそこそこ高いって感じなんで、ある程度の電波には勝てる、ほんとガチガチのガチパとかにはまあ勝てないって感じなんで、そこをねやるためにも、あの加速をねちょっと毎ターン加速するあの装備をつければね、もうちょっといいかなと思いました、はい、それでは、ここまでご視聴ありがとうございました、面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします、それではお疲れ様でした、おう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 、はいはい、1,2,3,4,5,6,7,8,トゥリーン、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 あれワープしないで、なんでだ